はい、皆さんこんにちは。みのチャンネルのみのあです。はい、今日もですね、やってきましたみのあ塾です。はい、ちょっとインパクトある題名書いちゃったんですけどこんな人は早死にするちょっと経験談今日話そうかなと思ってですね、はい、ここにカッコ書いてあるんですね、こんな社長はって書いてあるんですけど、もう私ぐらいの年齢になるとですね、もう亡くなってる友人、知人、結構出てきてるんですよ。早いとやっぱり30代、40代、50代でも早いんですけど、50代になるとですね、ポロポロ出てきます。その中で、私にまつわる人でインパクトがあった人の話をちょっとしようかなというふうに思ってます。で、その人のことを振り返ってみると、あ、ちょっと似てるな、この人とこの人とこの人ってみんな似てたな、あ、これとこれ共通だな、なんていうのがですね、少しちょっと浮かんじゃったので、今日この話をしようかなというふうに思ってるんですね。はい。はい。一人目はですね、私は不動産賃貸業をしてます。不動産貸してます。マンションとか、商業ビル、テナントさんとかですね、家賃をいただいて、なんか、なりわいをしてると言いますか、不動産業をしてるっていう感じで今はいるんですが、これを始めたのはもう今から25年、30年近く前ですかね、から不動産業を始めてます。これは副業という形でした、当時は。他に塾、学習塾のようにちゃんとした制御がありましたからね。で、まあ副業でやってるうちにですね、マンションとかそういう商業ビルをいくつか持つようになったんですけど、テナントさん、もしくはそこに住んでる方、結構いろんな人いるんですよ、やっぱり。これで大家さんは、胃を痛めたりするわけです。大家さんっていう仕事はですね、ものすごく大変な仕事ですよっていうのは昔の動画でも私説明したことがあると思います。その時だけちょっとだけ話したことがあるかもしれませんけども、私が持っている東京の中央線の、都心にまあまあ近いところにある、駅から3分ぐらい歩いたところの商業圏にある、商業圏って言いますか、まあいろんなお店がね、飲食業だとか、いろんなお店がある商店街って言えるかなみたいなところにあるテナントビルが あったんですけど、まあ1階はもちろんそういうお店屋さんが入るところなんですけどね、そこの3階、4階建てです。そこの3階にですね、ある不動産屋さんみたいなのが入ったんですね。はい。で、不動産屋さんは、いろんな不動産屋さんがあって、町の1階にあってですね、ちょっとマンション借りたいんですけど、なんかいいのありますか？なんていう不動産屋もありますけど、そこはどちらかというと、なんか建て売りとかそういうのをプロデュースしたり、こっちで買ったものをこっちに売ったりとか、そういうような事務的な、まあ、不動産屋さんっぽい感じでしたね。一戸建てみたいなのを建ててそれを売るって仕事もしてたみたいなので、壁紙だとか建材だとかってそういう資料もいっぱいあったんだと思うんですが、ビルが3階にはですね、ビルってこういうビルをまあ想像、1階があって、まあ2階があって3階があって4階があってって、こういうビルを建てたわけですよ、もちろんね。でもこれを横から見ると実はこういうビルだったんです。こんな感じかな、よいしょ、1、2、3階、4階みたいな、はい、で、こっちから見るとまあこんな感じみたいな、はい、わかりますよね。ここにベランダみたいなのがついてるわけです、大きい。で、3階と4階を借りてくれた不動産屋さんみたいなのがいてですね、で、ああよかった、全部埋まったと思ってたらですね、ある日ですね、近隣の方からのクレーム等が来まして、何があったかというと、なんとですよ、まあ6畳ぐらい、4畳半から6畳ぐらいあったかな、ここのベランダみたいなとこ、結構広いベランダだったんですけど、はい、そこにプレハブ建てたんですプレハブ、これ建築法違反ですよ。不動産ですから絶対知ってるはずですこれプレハブ建てたんですね。いや、これはひどい話だと思って、ここの社長のところに連絡をしてですね、いや、そんなところにプレハブなんか建てちゃダメですよ、なんていう話して、いや、契約書にだってそんなこと書いてないじゃねえかとか、逆に切れられて、で、まあ確かにベランダの利用方法なんていうのは書いてないんですよ、細かく、はい。で、ベランダは利用していいかって、いや、していいよとは言っちゃったんですよ、私。それ
いいっていうのは洗濯物干すとかさあの分かるよね、はい、そういう意味のしていいなんだけど、でプレハブ建てちゃって、いろいろこちらからもう頼むからそんなのやめてくれと。なぜかって言ったら、これが重さが耐えられなくてドンって抜けちゃったら大変なことになるからとか、うん、風が台風でプレハブ飛んじゃったら大変なことになるとか、うん、ちなみにこのプレハブ飛んでちょっと人が怪我したとか、下にいる人が怪我したり死んじゃったりしたら誰の責任だか知ってる？え？どっちの責任だと思う？俺とこっちの人と、まあ、通常だったら作った人と思いますけど、はい、違うんだよ、貸してる場合は不動産のオーナーなんだよ。いやーそう信じられないでしょやめてくれよって言ったらですね、もうヤクザっぽいような言い方だったな、あの頃な、その社長はふざけんなこの野郎みたいな、もうもっともっとすごい言葉遣いだったな。であの逆にこっちが責められるような感じを受けて、こりゃ困った困ったって言って、まあ、他のこちら側の不動産屋と行ったりですね、いろいろして本当に大家としてとても大変な時期を数ヶ月過ごしてたらですね、またもう一つ情報が入ったのが、この裏側にここが大通りなんですよ、商店街がここなんです。でバスも走るからですよ、でここの裏側にもう一個マンションが建ってるんですよ。でここがベランダに、あベランダかなんか忘れたけどなってて、でここのここに住んでる人が今までは日向だったのがプレハブを建てた上に真っ暗になっちゃって、あここのおばあちゃんがここにクレーム言いに行ったんだって、ここの社長に、はい、そしたらそのおばあちゃんがやっぱり同じように、こっちは商売でやってんだからもうもっときつい言葉らしいけど、もう逆にビビっちゃうぐらい、おばあちゃんがビビっちゃうぐらいのこと言われて、もう泣いてどうしたらいいんだろうみたいな話がこちらに来まして、いやーこれ近隣にも迷惑かけてるし、ビルのオーナーとして私として俺どうやって何したらいいかなって3ヶ月は考えてたかな。もういろんな対策を練ってどうしようどうにかしようって、これ弁護士入れて結局は何とかやるしか方法はないかななんて考えてる間に、ここの不動産会社の役員だったかな、部下から連絡が急に来て、不動産会社撤退しますっていう話来て、あやったって逆に思って、どうしたんですかって言ったら、社長が亡くなりましたって、急に心臓麻痺かなんかで、今は心筋梗塞っていうのかな、はい、で亡くなりましたって話聞いて、うわえうんそうですか残念ですね、じゃあいつ出ますかみたいな話したんだけど、はい、こんなことがあって、また別な社長の話をすると、はい、ある社長さんはですね、東京の方じゃないんですけど、私はフランチャイズのビジネスをよくやってるたので、フランチャイズ仲間が結構いたんですね。フランチャイズっていうのはですね、本部っていうのいろんな業種がありますよね、もちろんね、本部が主要本部がいっぱいあります、わかりますよね、こう飲食店だったりサービス業だったりいろんなフランチャイズ、ここのオーナーさんはいろんなフランチャイズに加盟してました、これわかりますよね、はい、一業種だけじゃなくていろんなフランチャイズ、はい、でもどれに加盟しても儲かんなきゃ儲かんないですんごい文句言う人、めちゃくちゃ文句言ってるの、はい、自己責任って大きいんですよ、特にフランチャイズは自分で商売をする、ノウハウだけをいただいて自分で商売するっていうことなので、本部に対して文句は言えないんですよ、文句は言えないんだけども、別の話していいですか、長くなっちゃっていいですかちょっとここで長い話して申し訳ないんですけど、フランチャイズ被害者の会っていうホームページが今あるんですよ、フランチャイズ本部に対してわーわー言ってるんです。これはあこれもう出てるから言いますけど、お宝屋っていう、わかりますよね、はい、ブランド品だとか金とか銀とかを買い取ってこっち側で高く売るみたいな、はい、あのお宝屋の加盟してる人が全然儲かんなくて、儲かんない人は全店っていうかほぼほぼのフランチャイズは儲かんないんだって。だからフランチャイズの被害者の会っていうホームページ立ち上げて毎日更新してます。へえ。
これは文句言っていいのかもしれないけどあと苦労してるのは最近あの高級パン屋さん食パン屋さんって流行ったじゃん。高級食パンが流行ったの。はい。今最近ないの知らない。あんま聞かないかもしれない、ね、あんま聞かないでしょ、はい、どんどん閉店してるんだよ。これでもフランチャイズで加盟して失敗してるオーナーがいっぱいいるんだって。あ、フランチャイズなんですね。フランチャイズでね、はあ、高級食パン増やしちゃったもんだから、はあ、高級食パンですよ。だって予約制でめったに食べられないから良かったのが、はい、あそこもここもどこもって言ってたらそうですね買わないじゃん、はい、それなんで気づかないのかなって思うんだけど、まあまあまあちょっと脱線しました。あの本部でもそういうところはいろいろあるんで文句言ってはいいと思うんですが、全部のことに対して文句言ってる方がいて、はい、でこの方もやっぱり文句を言い続けてガンで亡くなりました。あでね、私がこれあのちょっとまだ他にもいるんですけど、何人かを頭で想像するにこういう人っていうのは何かというといつも愚痴を言ってる、文句を言ってる、なおかつ人に迷惑をかける、恫喝する、全部自分に跳ね返ってんだと思ったの俺。うん、前水のほら、はい、話したじゃないですか、はい、皆さんちょっと見てない方はこちらご覧ください。水はありがとうって言ったら綺麗な結晶になる、うん、バカ野郎って言ったら汚い結晶になる、同じ水でもっていう、うん、それだけで変わる、伝達する波動があるっていうのは、自分で汚いものを波動で出したら全部自分の体 70% から 80% 水分でできている人間の体に跳ね返って自分が抱えてしまうっていうことを知らないんですよ、こういう人たち、うん、ってことは長生きする人はどういう人かってもう分かりますよね。分かりますね。もうこれの真逆をやればいいわけですね。だいたいアバウトの方がいいですよ。やっぱりアバウト、明るい、もういつも明るい、ありがとうも言える、うんうん、でも仕事としてはきっちりやる、厳しい人っていいんですよ、厳しくていいんですよ。でもそれについて恨みつらみなんていうのは言っちゃいけないわけです。これの真逆をすればいいんです。これすれば長生きできる。長生きがいい、いい悪い、これは分かりませんけど、でもあまりにも30代40代50代で亡くなってしまう人はやっぱり残された人たちが悲しみますよ。人生全うして、それで自分が生きているおかげで、そのためにそのせいにか、そのせいで周りの人が幸せだと思ってくれる何かを自分が残すのがこの世にいる存在価値だと私は思っているので、なるべく長生きをして皆さん周りに、自分の周りにいる人たちを喜ばせてあげましょうということですね。はい、ということで、ちょっと実体験も踏まえてですね、今日はお話をさせていただきました。グッドボタンよろしく。またなおかつですね、こういう話を聞きたい方は登録もぜひぜひよろしくお願いします。2万人超えます。